イドラーの次の試練はブリストルか。追い詰められた時のやつは危険だ。一番の試練は自らを美化する彼の言葉に耐えることかも。ターゲットがダイヤモンドバックを攻撃。装甲がやられた。ダイヤモンドダウン。最初のハードルも超えられぬままに脱落することもあり得た。いやいや、しかし、お前には私の才能の全てを知ってもらう必要があった。わかるか？私の方が優れているということをな。だが、もはや手加減するのはここまでだ。次の競技場だ、探偵くん。ユニークでなかなかのクセモノだが、頑張ってくれたまえ。さて、始めようか。いや、ダークナイト、お前なりに持っている技術発見を失ったわけではない。私の素晴らしい新世界へ入り込んだだけだ。その天井は300テッドバットの圧力をかけてくる。私が発明した単位だ。ダメだよバットマン、個体は車で通り抜けられない。とにかくの警告だ。このコースは下水道に作ったんだ、探偵さん。君の土地勘を活かせるように。進めバットマン。それともダークナイトは休憩が必要かな。よろしいダークナイト、気をつけろバットマン。擦り傷を隠すためにご自慢の車をそんな真っ黒に塗ったんじゃないだろ。その車か戦車か、どっちでもいい。どうせスクラップだ。
も粉々になるぞ。今すぐにな。時間だ。一線デッドバットの圧力だ。走らせればお前は終わりだろうが、楽しいことをこんなにすぐ終わらせる気はないんでね。次の鍵が待っているぞ。よかったわ、楽しいパートね。さあ行きましょう。ダークナイト、君の絶望的な不器用さぶりときたら、私のわずかな期待を上回ってくれたよ。感動ものだ。初めてチンパンジーが道具を使うのを見た学者もきっと同じように思ったんだろうな。知ってたかい、探偵さん。賢いチンパンジーは単純な命令にも従えるんだ。本当だ。さあやってみるか。次のテストのためにゴッサムのカジノへ行け。君にバナナをあげるぞ。敵のドローンの敵味方判別システムを無効にします。感染したドローンはバットムービルの代わりに他のドローンを狙います。高い敵エネルギーレベルの展開では。アルフレッド、クラウドバーストはどうなった？バットイングが街全体をスキャンしておりますが、まだ見つかっておりません。検知したらすぐに知らせてくれ。もちろんです。ご主人様にご注意いただきたいことが2つございます。まず、ミヤガニアイランドで奇妙な地震活動を検知しました。それから先ほどからルーシャスとの連絡がつかなくなっています。フォックス様らしくありませんね。ウェインタワーに行かれて何か起きていないか確認された方がよろしいかと。リドラーの試練はキングストーン。
私をもてあそんで自分の思い通りになるのを楽しんできたようだが、このゲームもそろそろ終わりだ。彼の狂気がどのように現れたのか想像もつきません。バトマンだ。ボロボロにしてやるんだ。コルドロンの部隊がやられた。爆弾の弾頭が現れた。パワーウィンチなら爆発を制御できるだろう。爆発物の処理に成功です。爆弾の脅威は排除されました。リドラーの試練はキングストン。今回私をもてあそんで自分の思い通りになるのを楽しんできたようだが、このゲームもそろそろ終わりだ。彼の狂気がどのように現れたのか想像もつきません。バットマンの車を見たか。ああバットマン、私のささやかなゲームに君が参加してくれてどれほど嬉しいことか。凡人とかけ離れた頭脳を持つことがどういうことか君には想像すらできないだろう。
君が私と知恵比べをしているとはとても言えんよ。だが君のちっぽけな抵抗はすぐ降参する他の奴らとは一線を画しているがな。乗ってこなかったのは残念だな。上出来だ、ダークナイト。飛ぶネズミの格好がよっぽど気に入っているようだから、ちょっとその能力を試してみたんだ。可能な唯一の哺乳類だが、まあ君は滑空ばかりしてるから実際はただのリスの一種だ。というのはどんな気持ちだね、バットマン。詳しく聞きたいね。想像してるときは私もそんな気持ちさ。まだ諦めるんじゃないぞ。がもたついているのを見るのはゆっくりだ。ようやくここまで来たか。君が真似をしてる手をヒラヒラさせて飛ぶあの哺乳類と同程度ということだな。次の先が君を待ってるぞ。あら素敵、キャビネットが増えたわ。好きよ。 OK、 多分そろそろ死に時よ。もうこんな夜の過ごし方はしたくない。また鍵を回収したか。彼女の機体が空振りにならないことを祈るよ。まだお楽しみがあるってわけね。キャットウーマン、今夜の主役は君じゃない。バットマンをマーク。君はまた試練に合格したね。君が情けないほど装備不足の状態で自ら試練に立ち向かった精神には罪悪感すら覚えるよ。特に次に来るものを考えるとね。だが中止するほどのことじゃない。孤児院に戻れ、バットマン。別のリドル部屋が待っているぞ。
俺から孤児院に戻る。セリーナが待ってる。イグマ氏がどれほど過酷なゲームを用意しているか分かりません。楽しませてもらってるわ。爆弾が埋め込まれたこの首は13回も改造を重ねたってエディが話してくれたところよ。よかったな。であなたの方は？さあ次の部屋が待ってるわ。コスチューム姿の選手の皆さん、こんにちは。次のチャレンジは実にシンプル。目標へ誘導電荷をするだけだ。ただし変動電圧にイライラしないといいかな。まだあるの？エディって病気なんじゃない？ナルシスト。自己中心的、脅迫観念と古代妄想の塊だ。どうも。どういたしまして。ファッションセンスの狂ったお二人さん、君たちの鍵が待っている。しかしなんだこりゃ、床に電気が流れてるのか。やるわね。あなたまだ私に借りがあるでしょ。正解を出したのか。よし、約束通りあの鍵を持っていくがいい。我がアンドロイド軍団第二世代と対戦だ。お前の怪しげな能力とやらにそれぞれ合わせた個体をわざわざ作ったぞ。青は私が片付ける。どんどん来るぞバットマン。工場の生産ラインが効率的。
同時に言おう。正解してくれて嬉しいよ。君の命を奪えるリドルにまた一歩近づいたんだからな。エディは本当にあなたのこと憎んでいるのね。やつはナルシストだ。他人が勝つのは許せないんだよ。あら、あなたたちが違う状況で出会っていたらね。やつは執着心のあまり私の協力者にまで手を出して。協力者？今後しばらくは元の親しい知り合いってことにしておいた方が良さそうね。こんなのはまだ序の口だ。ダークナイト、ディビニティチャーチの近くで次なる試練が待っている。そして私もな。そして私もな。耳寄りの話があるぞ。ば君、ディビニティチャージを奪う。リドラーは諦めないんだが、プライドがあるからな。ご主人様に影響をくじかれることでしょう。あのグールだ。まあ知らないぞ。俺が聞いたら、あの猫娘とお前ができてても気にしないってさ。こうもなんか胸の痛みは銃弾のせい、それとも失恋。正直こっち側にいられてよかった。あっちは資料会議ってとこだ。心配ない。二千トインは別の仕事がある。あっち側だとどちらの味方でもない最高野郎がうろついてる。このバリアって本当に安全なんだよな。なんてことだ。車を潰してる。試練のない人生など生きる価値がないよ。なぜ君が私をイラつかせるのか考えてみた。お前はインチキで嘘つきだ。高いおもちゃで遊んでいるただのコスプレ暴力野郎だよ。世界一の探偵だと誰もがそれを信じて疑わないとは。私は詐欺師を許せないんだよ。素人が本物の知識人のふりをして感謝と品格と尊敬のかけらを全て自分のものにしているのがな。流そうとしていたところなんだ。君も一緒にね。この水中試験のゴールは水位を下げる。本当だ。これ以上簡単にはならんぞ。だがその前にお楽しみのリドルのお時間。問題だ、バットマン。コウモリたちはお家で何をする。探偵さん、コツをつかんできたようじゃないか。
バットマン。深くはないと思うが、まだ悪戦苦闘しているな。私があのグラップリングポイントに細工すれば、君は一瞬で死んだろ。だがそれではつまらないだろう、探偵さん。お前は自ら落ちていくことになるのさ。間違いなくな。もうすでに予想より何分か遅れているようだぞ。わかった。なぜ予想が外れたか。君の力量不足と愚かさの2つを変数として想定していなかったんだ。すまんね、探偵さん。大急ぎで計算し直すよ。引っ掛けでさっさと殺してやろうって気になったこともある。だが私は成功法を選んだ。君に試練を与え、失敗するのを見て大笑いするのさ。
晴らしい。君は私の方程式が導き出した予想をどうにか上回った。出口には用心したまえ。エディ、違うゲームはないの？これは古いわ。エディがインチキをしてなきゃいいけど。黒猫は不幸の象徴だそうよ。鍵を手に入れたか。さすがだな。まあ私がこの起爆ボタンを一押しすれば一瞬で全部終わりなんだが。ドアが開いたわ。びっくりね。私はいつだって誰よりも一番賢かった。だがそれゆえに知性が足りず真実を認められない奴らの疑いと嘲笑に耐えざるを得なかった。そんな時お前が現れた。そこらにいる普通のゴロツキよりちょっぴり優秀なだけなのに、それを隠して見かけだけは革新的なヒーローを装ってな。だが人々は夢中になった。孤児院に戻れヒーロー。キャットウーマンと次の試練に備えるんだな。セリーナは孤児院に囚われている。一緒に脱出する。Thank you.
ヒドラーについて話せ。分かった、言う通りにするよ。それでいい。セリーナは孤児院に囚われている。一緒に脱出する。出してやると言ったろ。ええ、ただ何でもないわ。私の頭が吹っ飛ぶ前に行きましょう。おや、また会ったな。私のお気に入りのお笑いコンビだ。実は君たちのようなマルケにぴったりなミドル部屋を作ったんだ。なかなか面白いぞ。なかなか、なんだって二人合わせて一人前の間抜けだからな。ダークナイト、お友達の猫ちゃんが頭の取れた死体になったら次は誰を連れてこようか。連れてこよう。君の大のお気に入りのロビン。それともブラッドヘイブンにいる強盗息子にするか。上に上がれるか。天井楽勝よ。さて問題です。壁がない迷路でも楽しむことはできるかな。もこんな風に警備システムを止めたわ。クイーンインダストリーに盗み、あ、もう半分だ。最後のひとひねりを食らえ。探偵君、まさか君が。いや、予想してたよ。もうすぐよ、セリーナ。
こっちは片付いた。キャット馬、よし、それがオルカサの痛みというものだよ。オーケー、こっちも終わったわ。メイディ、私があんたを仕留めるときには自分の愚かさを味わうわよ。おめでとう。さあ、ご褒美はこのロボットだ。エディ、これってあとどのくらい続くの？お前ら、そんなに賢いと思っているのか？うぬぼれるな。大変貴重な勝利の時に水を差したくはないがね。きっともう二度とこんなことは味わえないって覚えておいた方がいいよ。キャット、バットマンはお前を失望させる。ラネラフェリーターミナルで奴を待つのは最大の試練だからな。バットマン、私たち。リドラーの言ったことは気にするな。エディっておバカさんよね。それも町中の地下にデストラップを仕掛けた大バカ者よ。それで？だからつまり無事でいて。これはあなたの問題だし、肩をつけてくれることには感謝する。でもとにかく気をつけて。わかった？これはキャットウーマン。親密になるぜ。ラネラフェリーターミナル。いいだろう、リドロ。ゲームはここまでだ。いい雰囲気になるぞ。さあさあ、俺はタリアの様子を見にあの世に戻ったのだ。二人してお前にどうやって殺されたかって話になっちゃうぞ。彼女バットマンが俺たちの目をかいくぐるのは
定だな、ダークナイト。そう、少なくとも君は終わりだ。私はこの大勝利で寛大な気分になっている。そこで君に選択肢を与える。屈辱を与えて君を殺すのもいいんだが、証明書にサインをすれば逃げ帰らせてやってもいいぞ。リドラー様は素晴らしい知性の持ち主です。私は追い詰められましたって文書にな。ただしキャットは人質のままだ。君の敗北の象徴さ。最高作なんだ。傑作の肉まんのメインディッシュだよ。その不可解な実物大の子供のおもちゃをこのドライブでサポートし、これで終わりだ。ダークナイト、君の最後の戦い、ビッグズワンだ。つまり究極の敗北だ。そうだ、艦艇3本と飛ばせ。敗北へまっしぐらだ。はっきりさせとくが、この程度のことは驚きではないな。自分の最後を見ろ。ありえない。お前は落ちて死んだはずだ。軌道だって正確に計算した。お手式もここにある。私はバットマンを待ってやらない。どういうことだ。なぜまだ生きて生きて。ああ、そうか、お前はただ幸運だっただけだ。これはバフェ、どんだ。運は間抜けどもの優しい味方。私は運を自分の計算に組み込んだりしないぞ。お前はバスじゃないんだ。
際に始めれば成功する確率はゼロではなくなるんだからな。おやおや、失敗したようだな。隊員は車か運転手か両方だな。君がもう一本行けるなんてうぬぼれたことを考えているなら、そのスタート地点に戻っていただろう。探偵、君の挑戦は録画されて後世に伝えられるんだ。私のソーシャルメディアにもね。心配するな、探偵さん。夜明けまで時間はある。それでどうなるわけでもないがね。仲直りしよう、ダークナイト。これで終わりだ。おしまいだ。あともう少しよ。さあ、死ぬ覚悟はできたかな？さあ行きましょう。これで全部。おめでとう、キャットウーマン。君は自由を手にしたぞ。最後の試練を受ける自由をね。自由をね。エディ、騙してたなんて知らなかったわ。がっかりよ。私は嘘をつくし、いろいろごまかしたりもする。だがズルだけはしないぞ。君とバットマンも最後のリドルの部屋でそれがちゃんとわかるだろう。
キャットウーマン、今夜の主役は君じゃない。バットマンのマン。君は正確な記憶力を持っているかね。私にはある。君が嘲笑う顔も記憶している。頭の中に勝手に流れ込んでくるんじゃなくな。そして完璧に思い出せる。お前が私を痛めつけた時のことを。よく夜中に目を覚ますんだ。首に絡みつくお前の手や溝落ちにめり込む拳の感触を思い出してな。私を何かしろにするのか。私を。お前が知的に優れているとでも。この私、エドワード・ニグマ・リドラ、世界一偉大な私よりも。お前はただのチンピラだ。全てを正当化する傲慢ないじめっ子の象徴なんだよ。孤児院に戻るんだ。そこでお前と、お前が象徴する全てを終わらせよう。私があのグラップリングポイントに細工すれば、君は一瞬で死んだろう。だがそれではつまらないだろう、探偵さん。お前は自ら落ちていくことになるのさ。間違いなくな。もうすでに予想より何分か遅れているようだぞ。わかった。なぜ予想が外れたか。君の力量不足と愚かさの2つを変数として想定していなかったんだ。すまんね、探偵さん。大急ぎで計算し直すよ。
安っぽい引っ掛けでさっさと殺してやろうって気になったこともある。だが私は成功法を選んだ。君に試練を与え失敗するのを見て大笑いするのさ。リドルも活動者のミス次第ではインチキな死の罠になるからな。エディ、違うゲームはないの？これは古いわ。エディがインチキをしてなきゃいいけど。黒猫は不幸の象徴だそうよ。鍵を手に入れたか。さすがだな。まあ私がこの起爆ボタンを一押しすれば一瞬で全部終わりなんだがな。ドアが開いたわ。びっくりね。
私はいつだって誰よりも一番賢かった。だがそれゆえに知性が足りず真実を認められない奴らの疑いと嘲笑に耐えざるを得なかった。そんな時お前が現れた。そこらにいる普通のゴロツキよりちょっぴり優秀なだけなのに、それを隠して見かけだけは革新的なヒーローを装ってな。だが人々は夢中になった。個人に戻れヒーロー。キャットウーマンと次の試練に備えるんだな。セリーナは孤児院に囚われている。一緒に脱出する。ヒドラーについて話せ。分かった、言う通りにするよ。それでいい。セリーナは孤児院に囚われている。一緒に脱出する。出してやると言ったろ。ええ、ただ何でもないわ。私の頭が吹っ飛ぶ前に行きましょう。おや、また会ったな。私のお気に入りのお笑いコンビだ。実は君たちのようなマヌケにぴったりのミドル部屋を作ったんだ。なかなか面白いぞ。なんだって二人合わせて一人前のマヌケだからな。ダークナイト、お友達の猫ちゃんが頭の取れた死体になったら次は誰を連れてこようか。君の大のお気に入りのロビン。それともブラッドヘイブンにいる強盗息子にするか。上に上がれるか。天井楽勝よ。
て問題です。壁がない迷路でも楽しむことはできるかな。前にもこんな風に警備システムを止めたわ。クイーンインダストリーに盗み、あ、もう半分だ。最後のひとひねりを食らえ。探偵くん、まさか君が。いや、予想してたよ。もうすぐよ、セリーナ。こっちは片付いた。キャットウーマ、よし、それが愚かさの痛みというものだよ。オーケー、こっちも終わったわ。ヘイディ、私があんたを仕留めるときには自分の愚かさを味わうわよ。おめでとう。さあ、ご褒美はこのロボットだ。
ギだ、持ってけよ。お気に召せば幸いだがね。エディ、これってあとどのくらい続くの？お前ら、そんなに賢いと思っているのか？うぬぼれるな。大変貴重な勝利の時に水を差したくはないがね。きっともう二度とこんなことは味わえないって覚えておいた方がいいよ。キャッチ、バットマンはお前を失望させる。ラネラフェリーターミナルで奴を待つのは最大の試練だからな。バットマン、私たち。リドラーの言ったことは気にするな。エディっておバカさんよね。それも町中の地下にデストラップを仕掛けた大バカ者よ。それで？だからつまり無事でいて。これはあなたの問題だし、肩をつけてくれることには感謝する。でもとにかく気をつけて。わかった？これはキャットウーマン、親密になるぜ。ラネラフェリーターミナル、いいだろうリドロ、ゲームはここまでだ。いい雰囲気になるぞ。さあさあ、俺はタリアの様子を見にあの世に戻った。二人してお前にどうやって殺されたかって話になったんです。カノン、ダークナイト、そう、少なくとも君は終わりだ。私はこの大勝利で寛大な気分になっている。そこで君に選択肢を与える。屈辱を与えて君を殺すのもいいんだが、証明書にサインをすれば逃げ帰らせてやってもいいぞ。リドラー様は素晴らしい知性の持ち主です。私は追い詰められましたって文書にな。ただしキャットは人質のままだ。君の敗北の象徴さ。リドラーの次の試練はブリストルか。追い詰められた時の奴は危険だ。一番の試練は自らを美化する彼の言葉に耐えることかも。ターゲットがダイヤモンドバックを攻撃。装甲がやられた。ダイヤモンドダウン。
前置きは終わりだ、ダークナイト。分かっているだろうな。私が望めば、お前は最初のハードルも越えられぬままに脱落することもあり得た。いやいや、しかし、お前には私の才能の全てを知ってもらう必要があった。分かるか？私の方が優れているということをな。だが、もはや、手加減するのはここまでだ。次の競技場だ、探偵くん。ユニークでなかなかのクセ者だが、頑張ってくれたまえ。さて、始めようか。いや、ダークナイト、お前なりに持っている技術発見を失ったわけではない。私の素晴らしい新世界へ入り込んだだけだ。その天井は300テッドバットの圧力をかけてくる。私が発明した単位だ。ダメだよ、バットマン。個体は車で通り抜けられない。とにかくの警告だ。コースは下水道に作ったんだ、探偵さん。君の土地勘を活かせるように。進め、バットマン。それともダークナイトは休憩が必要かな。よろしい、ダークナイト。気をつけろ、バットマン。擦り傷を隠すためにご自慢の車をそんな真っ黒に塗ったんじゃないだろ。その車か戦車か、どっちでもいい。どうせスクラップだ。圧力を上げるぞ。500テッドバットの圧力だ。なあ、多分こいつの車輪はお前の頭蓋骨ぐらい分厚いぞ。狭いところが怖いのか、バットマン。最後の一瞬の準備だ。避けてみろよ、ダークナイト。君にお似合いのエンディングは何だろうな。床のシミになるか。貴様はぐちゃぐちゃのペラペラの粉々になるぞ。今すぐにな。1000デッドバットの圧力だ。もう十分。もっと走らせればお前は終わりだろうが、楽しいことをこんなにすぐ終わらせる気はないんでね。次の鍵が待っているぞ。よかったわ、楽しいパートね。
行きましょう。おめでとうキャットウーマン、単純な指示なら従うことができると証明できたようだな。ダークナイト、君の絶望的な不器用さぶりときたら私のわずかな期待を上回ってくれたよ。感動ものだ。初めてチンパンジーが道具を使うのを見た学者もきっと同じように思ったんだろうな。知ってたかい探偵さん、賢いチンパンジーは単純な命令にも従えるんだ。本当だ。さあやってみるか。次のテストのためにゴッサムのカジノへ行け。君にバナナをあげるぞ。敵のドローンの敵味方判別システムを無効にします。感染したドローンはバットモービルの代わりに他のドローンを狙います。高い敵エネルギーレベルでの展開では。アルフレッド、クラウドバーストはどうなった？バットウィングが街全体をスキャンしておりますが、まだ見つかっておりません。検知したらすぐに知らせてくれ。もちろんです。ご主人様にご注意いただきたいことが2つございます。まず、ミヤガニアイランドで奇妙な地震活動を検知しました。それから先ほどからルーシャスとの連絡がつかなくなっています。フォックス様らしくありませんね。ウェインタワーに行かれて何か起きていないか確認された方がよろしいかと。リドラーの試練はキングストーン。私をもてあそんで自分の思い通りになるのを楽しんできたようだが、このゲームもそろそろ。はあ、まだあるの？エディって病気なんじゃない？ナルシスト。自己中心的、強迫観念と古代妄想の塊だ。どうも。どういたしまして。
ファッションセンスの狂ったお二人さん、君たちの鍵が待っている。しかしなんだこりゃ。床に電気が流れてるのか。やるわね。あなたまだ私に借りがあるでしょ。なんてこった。もう正解を出したのか。よし、約束通りあの鍵を持っていくがいい。我がアンドロイド軍団第2世代と対戦だ。お前の怪しげな能力とやらにそれぞれ合わせた個体をわざわざ作ったぞ。青は私が片付ける。どんどん来るぞバットマン。工場の生産ラインが効率的です。エディは本当にあなたのことを憎んでいるのね。やつはナルシストだ。他人が勝つのは許せないんだよ。あら、あなたたちが違う状況で出会っていたらね。やつは執着心のあまり私の協力者にまで手を出して。協力者？今後しばらくは元の親しい知り合いってことにしておいた方が良さそうね。こんなのはまだ序の口だ。ダークナイト、ディビニティチャーチの近くで次なる試練が待っている。そして私もな。そして私もな。耳寄りの話があるぞ。バット君、ディビニティチャージか。リドラーは諦めないんだが、プライドがあるからな。ご主人様に影響をくじかれることでしょう。あるグール、まあ知らない。俺が聞いたら、あの猫娘とお前ができてても気にしないってさ。こうも胸の痛みは銃弾のせい、それとも失恋。正直こっち側にいられてよかった。あっちは資料会議ってとこだ。心配ない、非戦闘員は別の仕事がある。あっち側だとどちらの味方でもない最高野郎がうろついてる。このバリアって本当に安全なんだよな。なんてことだ、車を潰してる。試練のない人生など生きる価値がないよ。なぜ君が私をイラつかせるのか考えてみた。お前はインチキで嘘つきだ。高いおもちゃで遊んでいるただのコスプレ暴力野郎だよ。世界一の探偵だと。誰もがそれを信じて疑わないとは。私は詐欺師を許せないんだよ。素人が本物の知識人のふりをして、感謝と品格と尊敬のかけらを全て自分のものにしているのがな。
素探偵さん、今ちょうど流そうとしていたところなんだ。君も一緒にね。この水中試験のゴールは水位を下げる。どうだ、これ以上簡単にはならぬぞ。だがその前にお楽しみのリドルのお時間。問題だバットマン、コウモリたちはお家で何をする？探偵さん、コツをつかんできたようじゃないか。発見、コルドロンだ。
こそはぶっ潰してやる。爆弾の弾頭が現れた。アワーウィンチなら爆発を制御できるだろう。爆発物の処理に成功です。爆弾の脅威は排除されました。リドラーの試練はキングストン。本か、私をもてあそんで自分の思い通りになるのを楽しんできたようだが、このゲームもそろそろ終わりだ。彼の狂気がどのように現れたのか想像もつきません。バットマンの車を見たか。ああバットマン、私のささやかなゲームに君が参加してくれてどれほど嬉しいことか。凡人とかけ離れた頭脳を持つことがどういうことか君には想像すらできないだろう。君が私と知恵比べをしているとはとても言えんよ。だが君のちっぽけな抵抗はすぐ降参する他の奴らとは一線を画しているがな。乗ってこなかったのは残念だな。冗
敵だ。ダークナイト、飛ぶネズミの格好はよっぽど気に入っているようだから、ちょっとその能力を試してみたんだ。可能な唯一の哺乳類だが、まあ君は滑空ばかりしてるから実際はただのリスの一種だ。というのはどんな気持ちだね、バットマン。詳しく聞きたいね。想像してるときは私もそんな気持ちさ。まだ諦めるんじゃないぞ。がもたついているのを見るのは厄介だ。ようやくバットまで来たか。君が真似をしてる手をヒラヒラさせて飛ぶあの哺乳類と同程度ということだな。次の敵が君を待ってるぞ。あら素敵、キャビネットが増えたわ。好きよ。 OK、 多分そろそろ死に時よ。もうこんな夜の過ごし方はしたくない。また鍵を回収したか。彼女の機体が空振りにならないことを祈るよ。まだお楽しみがあるってわけね。キャットウーマン、今夜の主役は君じゃない。バットマンをマーク。君はまた試練に合格したね。君が情けないほど装備不足の状態で自ら試練に立ち向かった精神には罪悪感すら覚えるよ。特に次に来るものを考えるとね。だが中止するほどのことじゃない。孤児院に戻れ、バットマン。別のリドル部屋が待っているぞ。これから孤児院に戻る。セリーナが待ってる。イグマ氏がどれほど過酷なゲームを用意しているか分かりません。
キャットを手助けるのは簡単だ。こいつをつけて。状況はどうだ。楽しませてもらってるわ。爆弾が埋め込まれたこの首は13回も改造を重ねたってエディが話してくれたところよ。よかったな。で、あなたの方は？さあ、次の部屋が待ってるわ。コスチューム姿の選手の皆さん、こんにちは。次のチャレンジは実にシンプル。目標へ誘導電荷をするだけだ。ただし変動電圧にイライラしないといいかな。